どうも、水曜グリーンタクロです。ということで今日藤沢本町駅にやってまいりました。今日は何をしに来ましたか？なんか聞いたところによると、はい、タクロが結構大食いだった大食い、でも物によりますよね。もう本当に何が大盛りかによってね、完食できるかっていうのは決まるんじゃないかなと。めっちゃ不安ですけどなので、はい、今日はそのね、大盛りグルメの大盛りグルメがこの藤沢本町にあると楽しみですね。ちょうどめっちゃお腹空かしてきますから、はい、行ってきますこちらですね、上州屋。ちょっと行ってみましょうか。行ってみます。こんにちは。こんにちは。TVK から来ました、猫の額ほどワイド、水曜グリーン拓郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらで大盛りを始めたきっかけとかっていうのは、先代から引き継いでやってまして、はい、ほんで徐々にお客さんに喜んでもらったんで、はい、大盛りが続いてる感じですかね。そうなんです。大盛り好きの聖地と呼ばれる上州屋、メニューは現在80種類。地元の人はもちろん県外からも大盛りを求めてお客さんが押し寄せます。そんなお客さんを喜ばせたいと徐々に量が増えていったそうです。一番おすすめの大盛りメニューって何になるんでしょうか？今ですね、サービス品としてですね、揚げ物と炒め物の定食を作ってまして、はい、ぜひ僕も挑戦をさせていただいてもよろしいでしょうか？はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。800g になります。はい、お待たせしました。サービス A のほうもうあれ、日本昔話じゃないですかえ、エビフライもめっちゃでかいしえ、これ大丈夫か拓郎今日今回挑戦する大盛りグルメはこちら。普通盛りのご飯と比べてもこの違い。さらに丼の重さを抜いてもなんとおよそ1キロもあるんです。ではいただきます。まずはね、ちょっと味噌汁からねもう決まってんですよ、僕のルーティン。定食は、あー美味しい、卵溶いてある。早速本題の重ためっちゃ重たい。どうですかこれ。ではいただきます。はあ、うん、美味しい。肉プリプリす、プリプリで、この焼いてる味がちゃんとしますね。めっちゃうまい。でもこれいいとこまでいけそうです。これ早速じゃあ次に唐揚げいきましょう。もううまいっすわ。ジューシーで、これ下味めっちゃ染み込んでますね。そうですね、2日間ぐらい漬け込んで。2日間、はい、すごい手間のかかってる。これだけでもでかいのに、鶏の唐揚げとエビフライ特大なんですよ。全部が見たことない、このエビフライ。普通のお店の 1.5 から2倍ぐらいありますよね。そうですね、大きめの使ってます。めっちゃでかい、初めて見た。いただきます。ほっ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 、簡潔に言いますね。サクップリッって感じです。わかるかこのでかさゆえに、このプリッとしたのはこの大きさじゃないと味わえないんじゃないですかね。そうですね、衣よりエビが強いんですね。ですよね、はい。ちなみになんですけど、常連さんってこの量どのくらい食べられるんですか？20分ぐらいでみんな食べ終わっちゃうんですけど、はい、20分ですか？はい、20分。これまだね、そこたどり着いてないんですよ。これ
すごい。でもこれあれですね、量多いけどキャベツがね入ってるからなんていうんですか、気休めに肉ご飯キャベツ、肉ご飯肉ご飯キャベツ、いい感じのね休みになるんですよ、休憩に。これで完食したらね、はい、大食いキャラが僕のエピソード聞いちゃいます？聞いちゃいます？中華行くじゃないですか、餃子は白米と餃子を食べたいです、うん、でもラーメン頼むんでチャーハン食べたくなるんです。チャーハンおかずに白米食べれる男ですから僕そんぐらい好きってことですいたんだそんなふざけたやつふざけてないです、ふざけてないプライベートでやってるお昼時にこんなに美味しそうなご飯もう流しちゃっていいのいいの、神奈川のコンビニからドンがなくなっちゃうから学生時代近くにあったら絶対めっちゃ通ってる。喋ってたら空気が入るんですかね、なんか空腹4割から6割ぐらいまでがめっちゃ早かったんですけどめっちゃもう一気に詰めた。後半結構響いてくるのが牛肉バツイチですよ、お肉全部、豚肉も。だから後半プリップリしてて、後半結構美味しさがあだとなってる感じが後半キャベツはえぐいって食物繊維膨張よ食べるじゃないですか、ちゃんと細い食道ここ通るんですよ、通るんですよ。でも胃に入った瞬間ボッってなるちょっと最初に食っときゃよかった。はい、小皿完食。来たなぁ、こんな感じ。ドン、ドンだけにドン、ごちそうさまです完食。めっちゃお腹いっぱいめっちゃお腹いっぱいよこれ、プッとしちゃいますもうどちらの方から来られてます？そうですね、藤沢の市内でこの近所なので。あ、ここ近所なんですね。はい、そういうことはよく普段から利用されてます。そうですね、特に週末とかよく来たりしますかね。あ、そうなんですね。こちらを今日頼まれたのはね、あのカツ丼でご飯 400g、はい、400g まだ勝ってますよ僕勝ってますよ。さっき僕 800g 食べたんですよ。あ、行きますね。もうお腹パンパンで。そんなに体格も大きいわけでもないのによく入りました、ね、魅力とか、まあ、有名っていう点で言うとドカ盛りっていうところはあると思うんですけど、はい、ドカ盛りでありながら、はい、一品一品ちゃんと美味しいんですよね。それうまいんですよね、はい。普段からこちらは職場がこの辺なので、はい、この辺で来られてるの、はい、頻繁にですか、かなり頻繁にはこの6年ぶり、ね、6年ぶり。なんで奥様を連れてこようと思ったの？いろんな海鮮とか肉の料理が多かったので連れてきたかったので来ました。いいですね、思い出のご飯屋さんに夫婦で揃って素晴らしいです
なんとか完食しました。どうも、そうです。ちょっと最後ね、お肉溜まっちゃいましたけど、お腹に。すごく美味しかったです、もう。ごちそうさまでした。どうも、ありがとうございます。ありがとうございました。